開成学園一対作新学園全勝対決です。めちゃくちゃですよ。
タイムに。足が速いんですね。ちょっとジャックかな。それもね、危なかった。セットってことですね。微妙ですね。俺はあるような気がするけど。ないのか。近くで見てるとないんだ。
どっちだ。斉藤さんがスライドできますね。これいけるんじゃないかな。ナイスタッチでしたけどね。いや、いいね、いいね、コマンド下手くそだから、ちょっと助けて。よう、しゃべりますね。コマンドになるのが助けたいけど、ちょっと下手くそだから助けて。ありがとう、ありがとう。それに、それに。OK、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 行くんですね、これは。解説に危なかったですよ。
まあまあでも 見てやってたからね。どうかで見てないで叩いたらどうしようかと思って。15分前、ああいいボールいいボール、そうだね、いいボール、第2の赤坂さんあっちのボードに OK、 4ニードルから3号作っといて。ジョンが死に玉だからということですね。ここで送るんだ。めちゃめちゃ男の子ですね。そこ砂多いから大丈夫。めちゃめちゃパワープレイ、パワープレイだけど結果的には一番いいような気がする。いや一番いいけど、これでゴールは勝ちを収めた。3点玉が向こうに行ってよかったです。高めすぎた。ありがとう。すげえ、あそこまで行けたら行っていいわ。あっちは抑えないってことか。特にさ、4が10って流れてったらやばいよ、ね。うん、でもまあ外れる可能、外れたら外れ、やばい。10を打って。結果オーライでいいとか言うと、うん、これは出なかったんですよ。シンプルに出なかった。
出そうとしたの出そうとしてるよ、さすがに。さすがに、6日に受け玉はないんですよ。これは8を取るのか、まあ、ダイレクトですかね。出せる前これから判断です。落ち着いて。そうそうそう。いける。ありがとうございます。おめえゆっくりね。狙ってもいいし。じゃあ問題ないか。うん。いや、自信持ってきなます。最高かよ、最高じゃないか。壊れたら紙ボールだ。なるほど。これで通せますね。あ、打たないんだ。いや打ってないですね。4枚ですね。あ、4枚か。これだとちょっと1の1点が入っちゃうからどう出るかな。
で7でできればスライドする。行くんじゃないこれスライド。うん、いや7でスライドしてもう馬取りに。いや2まで行けるそうじゃないですか。いやもう完全に縁を切りたいんですもんね。はい。まあはい。志田君はでもボールの取り方はすごい有名かなって。うん。いや僕も8を抑えたの頭いいなと思ったんですよ。これ。ああそうすんのね。それちょっと危険だな。どんな味とか。まあでも7、3点だからね、上がっちゃってももう5分切ったから。4が抜けた時の上がりの走りにならんねえかな。まあ、4が入ってくる。これ、いやもう自分でも行くかもしれないですし。逆側ならね。あ、なかった。これは助かったね。出なかったか。8押してもいいぐらいだけどね。まあていうか間に今のが入らなかったから。マスが寝れるようにしっかり。3当てよ。3番集めて3当てよ。上がってもいいけどな。ボールの方が速くですか。確かに上がった方がいい。はい。上がってよかったね。うん。1点勝ってる。あ、違う負けてんのか。1点負けてますね。1点というか内容で負けてるね。あ、今7、うん、勘違いしたんだな。3と7回る。球は回るかな。
ください。